人類の未来のためだ。うん、エレン、今度狩りに行きませんか？狩りか。お前と一緒ならうまく捕まえられそうだな。サシャ、狩りなら今度私が付き合ってあげる。エレンを危険な場所へ連れて行くのはやめて。そうですか。ならミカサを誘いますね。エレン、私の髪留めを見なかった？落としたのか？探すんなら手伝うぜ。やっぱり自分で探してみる。ごめんなさい。そうか。積極的に手伝おうとするなんて。エレンはクリスタに何か特別な感情でも？エレン、今クリスタの頼みを断ってなかったか？クリスタをいじめるんじゃねえよ。はあ、妙な言いがかりはよせよな。エレンじゃなくあなたに手伝ってほしいみたい。早く行ってあげた方がいい。ふん、なんだ、そういうことか。おい、ミカさん。何も、嘘ついてまであいつを追い払わなくても。まさか、クリスタじゃなくて、彼女に特別な感情が。ああ、さっきから何ブツブツ言ってんだ。死に急ぎ野郎と一緒に出撃するとこっちの命まで削られる気がするぜ。そりゃ誰のことだ？心当たりがあるならそれで合ってるよ。飽きずによくやるよ。ジャンはそいつより麗しきミカサと一緒に出撃したいってことだろ？はあ？黙ってろよ。なあジャン、死に急ぎ野郎なんて名前のやつはいないと思うんだが。お前も黙ってろコニー。そうだ、面白いところなのに黙っていてくれバカ。しかし疲れたな。どうせ同行するならいざって時頼れるやつはいいぜ。それには同意するけどな。そうだね、例えばライナーとか。ふん、誰かさんは今だっていつもライナーとべったりじゃねえか。それ誰のことだい？さあな。なあジャン、誰かさんなんて名前のやつはいないと思うんだが。もういいよコニー。よっしゃ、マルコ、本当に死んじまったんだな。僕はジャンが刺客に向いてると思うな。弱い人の気持ちがよく理解できるし、現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確にわかるだろう。マルコ、他の奴らと一緒に焼かれちまってすぐにどれがお前の骨だかわからなくなったよ。今何をすべきか。だから俺は調査兵団に。君はジャン・キルシュタインだったか？団長。もともと憲兵団志望だったと聞いた。よく恐怖に耐えてくれたな。巨人と戦うのが怖くないわけじゃありません。誰かに説得されたわけでもないです。ほう、ではなぜ？俺はただ誰のものとも知れねえ骨の燃えかすにがっかりされたくないだけです。トロストク奪還戦の犠牲者のことか。死んだ仲間に失望されないため。いい答えだ。じゃあ君は勇敢な兵士だ。これからもよろしく頼む。
取り逃がした獣の巨人の行方を追っていた調査兵団はウォールローゼ郊外の城跡まで進出していた。古城か。ミケ分隊長、あれは。巨人にやられたんだな。あれ、でもなんで立体起動装置をつけてねえんだ。馬も殺されてる。巨人は馬に興味はないはずなのに。普通の巨人はそうだが、あの猿はどうだろうな。剣を抜け。え？巨人の群れが近づいてきている。それにあの巨人もいる。獣の巨人ですね。ああ、これはチャンスだ。ここで決着をつける。デミア班出発しました。うまく別動班が逃げ道を封鎖してくれれば、ここで獣の巨人を仕留められる。続け、私も行きます。さあ戦うぞ。俺たちは奴らをこの城跡に誘い寄せる。ヘラするなよ。私も行きます。巨人多数、さらに接近中。このままでは守りきれません。いや、どうやら間に合ったらしい。どうした、バケモン。早く。お待たせ。今、包囲班を展開中だよ。
あとは南東と南西の道を封鎖しないと。俺がおとりになって投石を引きつけます。その間に他の巨人を片付けてもらえますか。獣の巨人め、船内しっころが当たるか。当てられるもんなら当ててみやがれ。またお前はそうやって真っ先に。ダイナ、死ぬなよ。道の封鎖を支援しろ。獣の巨人が気づく前に退路を断つ。行く。お前ら腹をくくれ。巨人が邪魔だな。さっさと駆逐して包囲班の展開を急がねえと。やったぞ。これで包囲網を広げられる。包囲班展開。おのおの配置を確認せよ。行く。このままじゃ味方が展開できねえ。早く巨人をやっちまわねえと。巨人を逃がすな。助かりました。おかげでここは確保できましたね。よし、急ぎ迎撃態勢を整えろ。防衛線をやめられるな。ここは封鎖した。あとは南西だ。獣の巨人、今日という今日は倒させてもらうよ。今度こそ獣の巨人を討伐するぞ。おとなしくして。エンダ、苦戦してやがるのか。ジャン、落ち着けよ。味方と協力するんだ。あそこで騒いでるのサシャか。また恩を売るいい機会かもな。また新手の巨人です。複数体接近してきます。てめえの手全部流して、その後でうなじを削いで。おとなしくしてる。助かった。もうダメだ、撤退する。自分で調査兵団を選んだんだ。ここでやらなきゃ意味がない。わかりました。
獣の巨人を逃がしたか。鎧の巨人接近、全員体勢を整えろ。獣の巨人を仕留めるのは諦める。今は目の前の鎧の巨人に集中しろ。新兵の手に余った。やるか。闇の巨人より少し手間取ったが、まとめて相手してわからずじまいだ。どうした？化け物。